おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話していくかと言いますと、こちらです。日本代表レジェンドスカウト全選手当たりランキング解説していきたいと思います。今回ですね、11人の選手がいるのでサクッと入っていきたいところなんですが、その前にですね、今回のこの当たり選手ランキングの、順位付けの基準をお話しします。3点あります。まず1個がシンプルに選手単体の性能ですね。例えば大久保選手なんかが分かりやすいですが、総合値15,500、特徴4つ、シュートリ特化のセンターフォワード、普通に強いですよね。まずここ1点です。でもう1個がプレースタイルです。これは一例ですが、松井選手のように貴重なプレースタイルを持ちながら複数のポジションができる選手、これは当然ね評価高くなります。ここ2つ目です。で3つ目なんですけど、ここに関してはスキルです。例えば小野選手のようなアンプリダクタブルパスだとか、最悪この日本代表の選手をそのまま使わなくても、このスキルを他のね自分のスタメンの選手に移植したらめちゃめちゃ強いよねっていう時、ここも踏まえてね評価していきたいと思います。であくまでも私の独断と偏見になりますので、ぜひぜひね皆さんなりの評価がありましたらコメント欄にいただければ幸いです。ってことでまず早速第11位からいきましょう。第11位は町田選手です。あね、この選手に関しては正直ね今回の中でもちょっとねパッとしないかな。タックル4200、パスカット5000、マーク5500と守備できないわけじゃないですが、言っても総合値13400っていうね低めのところだし、フェリアスマークでタックルマーク特大、フェリアスマーク自体は弱いわけではないですが、だいぶ昔に来ているスキルなので、もうねなんかこのマークがないとダメとかそういうレベルではなくなってしまいましたよね。そういうことを考えると町田選手11位が妥当なのかなと思います。さあそしたらですねサクサクいきます。お次は第10位ですね。第10位は平山壮太選手です。この選手に関しても町田選手と評価的には似ていて、スキルも弱いわけじゃないけど、ヘディングってね結構やっぱりそのなんていうのかな、よっぽどスキルの枠が余ってないとなかなかつけれない。今やっぱトラップとかドリブルが主流なのでなかなかつけれない。で彼自身も弱いわけじゃないけど、じゃあ今の環境でこの選手いたら助かるよねってレベルかと言われると、なかなかそうでもないということで、こちら第9位とさせていただきました。さあここから徐々にね激戦区に入ってきます。第10位か、失礼しました、第10位だね。町田選手が11位、平山選手が10位です。さあ一桁第9位、まず1人目はこちら曽我畑選手ですね。読み方教えてくださった方ありがとうございます。曽我畑選手なんですけど、第9位に入れましたが、これはねバンディエラっていうことをどう評価するか次第です。基本的にはバンディエラなので複数はいらないんですが、1人は持っときたい。逆に誰も持ってない、1人もバンディエラがいないんだったら、日本のバンディエラがいないんだったら、曽我畑選手の 順位めっちゃ上がります。ただ逆に1人いれば2人目以降本当にいらないんだよね。ゴールキーパーなんて優先度も低いですし、総合値は比較的高めですが、能力的にもそんなにねセービングぶっ壊れてるとかってことではないので、今回は本当に9位かな。ただバンディエラ持ってないんだったらもう本当にねもう最優先で取った方がいい選手なので、ちょっとイレギュラーなポジションなので早めに出させていただいたっていうところがあります。普段のガチャの当たり選手ランキングはバンディエラって比較的高評価にしますが、日本代表ガチャに関しては結構ね引く人の目的が分かれるガチャだと思ってるんですよ。というのもレアルとかだったらバンディエラって必須じゃないですか、レアルのチーム作るんだから。でも日本代表ガチャってスキル移植用に惹かれる方とかもいるので、そういう方ってバンディエラも不要なんですよね。なんでちょっと今回は9位に入れたという言い訳をさせていただけたらなと思います。さあそうしたらですね、お次第8位に行きましょう。第8位は橋岡選手です。橋岡選手8位にした理由なんですけど、いろいろめちゃめちゃいろいろできる選手ですが、
まあ、なんかちょっと器用貧乏な選手かなと思います。複数ポジができるので初めの方は超頼りになりますが、選手解説の時も言った通り、いいライトサイドバックとかいいライトミドフィルダーだとかいいセンターバックを手に入れてしまったらなかなか出番がなくなります。まあ、逆にそういったものを手に入れるまでは、まあ監督もしもできればですけど、どのポジションに入れても活躍してくれるので、まあ、センターバックちょっと微妙かもしれませんが、ちょっと将来性がない今の本当にね初心者の方向きっていうところで、まあ、ちょっとこの評価にさせていただきました。で、初心者の方も仮に橋岡選手取ったとしてもどうせいつか変わりますと、だったら、パワーシューターの大久保選手だとかテクニコの松井選手だとかそういった選手の方が長く使っていけるので、まあ8位かなと思います。そしたら第7位いきましょう。第7位は同じ理由で旗手選手です。旗手選手の方が攻撃的サイドバックとして、まあ、プレスタはインサイドハーフなんですが、攻撃的サイドバックとして存在感がありますっていうところと、あとシンプルに DMF のインサイドハーフってそんなに多くないので、ライトサイドバックの攻撃サイドバックである、橋岡選手よりも旗手選手の方が評価は上です。ただそんなに大きな差はないかな。 DMF インサイドハーフっていう貴重性が彼の良さかなと思います。さあ、ここまでですねサクサクとやってきましたが、まあ、11位町田選手、10位平山選手、9位曽我畑選手、8位橋岡選手、7位、旗手選手ときて残り6人になりました。ここからはね結構ね皆さんね納得感を持った順位になるかなと思ってます。まず第6位相馬選手です。貴重なテクニコ、特徴4つ持ち、ライトウィング、ライトミドフィルダー両方できるいい選手です。特にテクニコをライトウィングで求められることあるので持っておくと便利ですね。ドリブル SA、パス SA、シュート B っていう攻撃能力のバランスもいいですし、まあ、フェイクドリブルも悪くない。ただこれより後に呼ばれる選手たちと比べるとどうしても見劣りする部分が多々あるので、第6位が相馬選手です。さあ、お次第5位に行きましょう。第5位ですが、個人的にはここで前園選手だと思ってます。悪くはないです、決して悪くはない。 OMF のテクニカルドリブラーっていうところも珍しくていいですが、まあ、逆に OMF のテクニカルドリブラー使うことあるかな問題がありますね。ないんだったらうーんって感じで、総合値も 14,400 と他の今残ってるメンバーに比べると低め。エリアのレイオーとか勝負師とか特徴は悪くないですが、まあ、他の選手のその特殊な唯一無二性を考えるとちょっとなかなか評価が難しくなってくるかなと思います。メインスキルがトポンっていうところも強いですが、レアなスキルではないっていうところで、まあ、5位は私は前園選手だと思います。他が優秀ですからね。さあ、残り4人ですが、第4位いきましょう。第4位トゥーリオ選手です。これはね悩みました。もっと上でも良かったかもしれないけど、なんか他の選手は結構ね、あいいじゃん、もうなんかそんなに文句のつけどころないよねっていうレベルなんですけど、トゥーリオ選手はなんかちょっとシュート S とかいうねネタ枠が1個だけあるので、まあ、若干この順位かなと思います。本当に人次第だと思います。カバーリングのセンターバックそんな多くないですし、総合値1万5000とか、ディフェンス特大アップとか、反転のねパスカットパスダイアップとかめっちゃ強いです。シュートのネタワークがなければ全然1位でもよかった。で、キーマン特徴も環境を取ってるね、環境トップの選手たちのキーマン特徴には及びませんが、まあ、ポゼッションのパスカットダイアップマーク中アップなんでないよりは全然マシです。まあネタワーク込みでこの順位かつこの強さなので全然ありだと思います。めっちゃ普通に強いと思う。ただまあ他のね残りがめちゃめちゃいいんで、残念ながらこの順位かなってとこですね。さあ、そうしたら第3位いきましょう。さあ、こっからね、第3位2位と連続でいきます。第3位が個人的には松井選手ですね。すごい優秀なんです。特徴4つで全部、オフェンス能力トラップキープダイアップとかパストラップ特大アップとかドリブルトラップ特大アップとか、もう本当に隙がない選手なんですが、メインスキルも超優秀のビビドドリブルか超優秀です。このスキルもめっちゃ強い。相手ミドフィルダーとディフェンス全員のタックル特大ダウンですから破格の強さで、テクニコで3ポジションできるっていうのもめっ
ちゃくちゃ強いんですが、14,500、ここだね。まあ、総合値が14,500なんで、まあ、逆にこれで15,500だったらちょっと強すぎたので、そう考えると14,500でいいでしょって感じはあるんですが、まあそれでも第3位かな。2位と1位には及ばないかなと思います。まあただ何度見ても松井選手いいですね。この選手引いた方本当に大当たりだと思います。そして第2位ですね、ここも皆さん評価分かれるかもしれませんが、私は小野伸二選手だと思います。これはね、もう、まあ、そしたら第1位が、大久保選手になっちゃうんですけど、これめちゃめちゃシンプルで、大久保選手パワーシューターなんですよ。今パワーシューター本当にこのゲーム1人しかいない、あ、2人しかいないので、まあしょうがないかな。これはパワーシューター勝ちですね、大久保選手の。小野伸二選手もめちゃめちゃ優秀です。超優秀。5つ特徴あるのももう破格ですし、 OMF、DMF できてファンタジスタっていうのも超いいですし、まあ、DMF、ファンタジスタは今後求められることないでしょうけど、持っていて損ないですし、まあ、センターレーン持ってるのも嬉しい。パス特大アップ、トラップ大アップっていうね、センターフォワードからセンターバックまで必要な能力ですから、ここもバランスよくてグッド。メインスキルのアンプリダークルタブルパスもいいし、パス SA、ドリブル SA、シュート A、トラップ SS の能力構成もいいです。素晴らしいです。もうめっちゃいいけど、まあやっぱ1位はね、パワーシューターでしょう。アドリアーノ、大久保嘉人、ルイス・スアレスしかいませんから、まあそうなるとね、正直、ちょっと今のこの、現環境でいくと、大久保嘉人選手しか勝たんですね。これはパワーシューター勝ちです。あとね、シンプルに性能もめっちゃ強いんだよね。この狂乱の砲撃っていうのが、ファールしやすいが、シュートメンタル特大アップっていう、まあ普通に超強い特徴ですし、エリアの陣王でオフェンス能力、トラップメンタル大アップ、試合中同点または1点以上負けてるときシュートパワー大アップなんで、なんか普通にね、で S セーフィア持ってるわけですよ。なんかもう普通に現環境の中でも全然問題なく使えるぐらいに強いです。もちろんアドリアーノと比べてどうなのって話になると、またちょっとそれは話別かもしれませんが、ただドリブル能力だけで言ったらアドリアーノが3500なのに対3900かな、なのに対して大久保選手って5000あるんで、6000かな、6000あるんで、全然こっちの方がいいわけですよ。なんか1対1ができない決定力特化なアドリアーノと、本当に1対1でも動けるなんか結構器用な大久保嘉人選手って感じなので、パワーシューターっていうところの中で見ても、決してね、あ、もう一応パワーシューターだけどアドリアーノとは全く比べ物にならないよね、話にならないよねってほどではないと思います、私はね。ということを考えると、やっぱりこの貴重なプレスタ込みで、大久保選手が1位かなというところです。まあ、ちょっとね、大久保、小野、松井のこの順位に関しては、あと手よりはね、皆さんいろいろ思うところあるかもしれませんが、ちょっと強いよね、普通にね、全員ね、普通に全員強いんだよな。ぜひぜひね、皆さんなりの順位とか思うところコメント欄でシェアいただければ幸いです。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。